ファンの衝撃、ナンバーアンダーラインアイの新しいアイデンティティを築くために彼らが取った驚くべき戦略とは平野翔の裏側、グループ活動とソロプロジェクトの間で揺れ動く彼の真実。芸能界の舞台裏には数々のドラマと挑戦が潜んでいる。ナンバーアンダーラインアイというグループもその一例であり、平野翔、神宮寺勇太、岸優太の3人がその中心にいる。 彼らの物語は、夢と現実、友情と試練が交錯する壮大なエピソードに満ちている。ある日、彼らは、キングプリンスという名前から新たにナンバーアンダーライン愛として再出発を決意した。これは大きな挑戦であり、多くのリスクが伴う選択だった。新しいアイデンティティを築くというのは簡単なことではなく、彼らはその過程で多くの困難に直面した。しかし、 その背景には強い信念と決意があった。特に平野翔は、ソロ活動とグループ活動の両立を図りながら、ナンバーアンダーライン愛の名前を広めるために奮闘した。彼のソロ活動は、ハイブランドとのコラボレーションや海外でのプロジェクトを含み、これにより、ナンバーアンダーライン愛の知名度は確実に上がっていった。しかし、翔の道のりは決して平坦ではなかった。 彼は腰や膝の問題に苦しみながらも、ライブパフォーマンスを続けるために定期的に医師の診察を受けていた。その一方で、神宮寺ゆ太たと岩優太たもまた、それぞれの役割を果たし、グループの基盤を支えた。神宮寺はドラマ出演やバラエティ番組への出演を通じて、ナンバーアンダーライン愛の認知度を広げるために努力し、 騎士も耳の問題に悩まされながらも常に全身の健康状態に注意を払い、精力的に活動を続けた。三人が共に力を合わせる姿は、まさにチームワークの結晶であり、その結束力はファンにとって大きな感動を与えた。彼らの努力と絆は、まさに最高のグループと言えるだろう。ファンたちは、彼らの活動を通じて、ナンバーアンダーライン愛を信じ、応援し続けた。 特に昨年の今頃、章とユータが何の見通しもなく不安だった時期を乗り越え、騎士と合流してからの再デビューは、ファンにとって感動的な出来事だった。平野翔のソロプロジェクトは、グループの国際的な存在感を高めるために戦略的に活用された。彼の個人的な評判を利用して、ナンバーアンダーライン i のブランドを強化しようとする試みは、多くのファンから指示を受けた。これにより、 キングプリンスとしての過去を振り返ることなく、ナンバーアンダーラインアイとしての未来を見据えることができたのだ。現在、3人はそれぞれの役割を果たしながら、ナンバーアンダーラインアイとしての基盤を固めている。平野翔は、多くのソロプロジェクトを通じてグループの存在感を高め続け、神宮寺雄太と岩優太もまた、それぞれの活動を通じてグループの認知度を広げるために努力している。 これからも彼らの挑戦は続くだろう。そして私たちファンはその挑戦を見守り応援し続けるだろう。彼らの努力と絆はきっと未来への大きな一歩となるに違いない。しかし成功への道は常に容易ではない。三人の努力と絆の背後には多くの犠牲と忍耐があった。章の体調管理は欠かせない課題であり。 ライブ演奏中でも痛みをこらえながらパフォーマンスを続ける彼の姿には、プロフェッショナリズムの真髄が感じられた。神宮寺と騎士もまた、グループの成功のために自己を犠牲にしながら、常に最善を尽くしていた。神宮寺は、多くのドラマやバラエティ番組に出演することで、ナンバーアンダーライン愛の認知度を上げることに貢献した。彼の自然体の演技と真摯な態度は、多くの視聴者の心をつかみ、 グループへの関心を高める要因となった。騎士もまた耳の問題に苦しみながらも音楽活動やバラエティ番組での活躍を通じてファンを魅了し続けた。彼らの努力は個々の活動がグループ全体の成功にどれほど貢献できるかを証明している。ファンからの支持と共感もまた彼らの活動を支える大きな力となっている。三人がどんな困難に直面しても ファンは彼らを信じ、応援し続けた。特に、再デビューの瞬間には、多くのファンが涙を流し、彼らの成功を共に喜んだ。ファンとアーティストの間には、強い絆が築かれていることが感じられる。このような背景には、プロモーションとブランディングの戦略が欠かせない。平野翔のソロプロジェクトは、グループの国際的な認知度を高めるために戦略的に行われ、これにより、 ナンバーアンダーラインアイのブランドは確固たるものとなった。彼の個人的な成功はグループ全体の成功に直結しており、その影響力は計り知れないものがある。そして彼らの努力は国内外のメディアでも大きな注目を集めるようになった。特に海外でのプロジェクトはナンバーアンダーラインアイの存在感を国際的に高める重要な役割を果たした。 平野翔が出演した海外のイベントやコラボレーションは、現地のメディアでも取り上げられ、多くのファンが彼らの活動を追いかけるようになった。このような状況において、3人がどのようにして互いを支え合い、グループを成長させていくかが注目される。特に平野翔は、多忙なスケジュールの中でも健康管理を怠らず、常に最高のパフォーマンスを提供することに努めている。神宮寺と騎士もまた、 互いの健康状態をチェックし合いながら、協力的な環境を維持している。ファンからの様々な反応もまた、彼らの活動に影響を与えている。平野翔がスポットライトを浴びることに懸念を示すファンもいれば、彼のソロ活動がグループ全体の成功にとって戦略的に重要であることを評価するファンもいる。こうした多様な意見がある中で、3人は常に最善の選択をし、 ファンの期待に応えるために努力を続けている。ナンバーアンダーライン愛の新しいアイデンティティを確立するためには、多くの挑戦と努力が必要である。しかし、彼らの努力は確実に身を結びつつあり、これからの未来に対する期待も高まっている。三人が共に力を合わせ、困難を乗り越えながら成長していく姿は、多くのファンにとって希望と感動を与えるものだろう。このようにして、 彼らの物語は続いていく。平野章、神宮寺優太、岸優太の三人は、これからもナンバーアンダーライン愛、として新たな挑戦に立ち向かい、ファンと共に歩んでいくだろう。彼らの努力と絆は、未来への大きな一歩となるに違いない。これからも彼らの活動を見守り、応援し続けることが、私たちファンにとっての喜びであり、誇りである。 この物語の中であなたはどのような感想を抱きましたか彼らの挑戦と努力についてどう思いますか彼らの未来に期待することは何ですかぜひあなたの意見を聞かせてください。そして共にナンバーアンダーライン愛を応援し続グループメンバーは特にミニアルバムの制作中。 平野翔の負担を軽減するために、神宮寺優太とガ優太が追加の責任を引き受けるなど、お互いに強力なサポートを示しました。彼らは定期的にお互いの健康状態をチェックし、忙しいスケジュールにもかかわらず、協力的な環境を確保しています。プロモーションとブランディング戦略、パートナーシップやアンバサダーシップを含む平野翔のソロプロジェクトは、 グループの国際的な存在感と認知度を高めるために戦略的に活用されています。グループのアプローチは以前のキングプリンスのアイデンティティから離れ、ナンバーアンダーライン i ブランドを構築するために個人的な評判を活用することに焦点を当てていました。ファンと世間の認識。ファンからは様々な反応があり、平野翔がスポットライトを浴びていることに懸念を表明する人もいれば、 チームの成功にとって、平野翔のソロ出場の可能性が戦略的に重要であることを評価する人もいた。グループのブランド変更の取り組みは、特に国内外で大きな注目を集め続けているため、新しいアイデンティティを確立し、長期的な成功を確実にするために必要です。